精神科クリニックと病院の違いベスト3。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は千葉県の佐原からお届けしております。今日質問いただきました。達志さん、29歳男性、精神科のクリニックと病院では何が違うんでしょうか。今現在精神科の病院に通っていますが、クリニックの時と違い先生の雰囲気がなんか重く感じます。気のせいでしょうか。という形で、精神科のクリニックっていうのと普通の精神科の病院っていうのがあると思います。精神科の病院っていった場合も、単科精神病院っていう精神科だけの病院もありますけど、総合病院のようなところに精神科が入っているというパターンも多いですね。この精神科のクリニックと例えば総合病院の精神科、これどう違うのかっていうね、話をしていきたいなと思うんですけども、一番の違いはですね、入院できない。精神科のクリニックと精神病院の違いは、精神科のクリニックっていうのは行ってみれば分かりますけど、入院の施設っていうのはありませんから入院できないです。精神科の病院っていうのは総合病院でも単科精神病院でも入院の施設を持っているというところがほとんどですね。なので、精神科のクリニックと精神科の病院の一番の違いっていうのは、この入院できるかできないかってことだと思います。これがどう違ってくるのかっていうと、やっぱり症状が結構重たくて入院するとか、定期的にこの入院する、例えば1年に1回ぐらい入院してまた退院するっていう患者さんもいらっしゃるんですけども、クリニックから調子が悪くなればね、そういう病院に患者さんを紹介して入院するってことはね、もちろんできるんですけども、たびたびこう入院退院繰り返すっていう形になると、総合病院にそのまま最初からそこに通った方がいいのかなってことになりますので、大きなそういう入院施設のある病院に通ってる患者さんっていうのはやや重たい可能性がありますよね。クリニックの患者さんっていうのはそんなに入院しないという前提だし、いきなり初めて受診した段階でも入院が必要な場合は、そういう大きな病院に送るということになりますので、ということで、主に精神科クリニックっていうのは比較的症状が軽い患者さんを見る場合が多い。総合病院におきましても軽い患者さんももちろん見ますけども、入院が必要な患者さんも見るというのが一つの特徴かと思います。二つ目の違いですけども、内科的な治療ができない。総合病院に入っている精神科でありますと、他にも内科とか外科とか眼科とか耳鼻科とかいろんな科が入ってますよね。その中に一つに精神科っていうのが入ってます。精神科のクリニックといった場合は、普通は精神科だけのクリニックがあるだけなので、他の科を診察するということができませんね。他の科があるとどういいかというと、例えばややご高齢の患者さんだとね、糖尿病で内科に通っていますとか、高血圧で内科に通ってますとか、あるいは他の甲状腺の何かの病気がありますとか、いろんな病気を併発したりしていることがありますよね。そうした時に他の科の先生と連携を取りやすいとか、あるいは例えば他の科に入院してしまった時にも、往診でですね、精神科の先生が診察を受けれるといったようなメリットがありますね。だから、そういう内科の病気を持っている方とか、あるいはそういう糖尿病とかいろんな他の疾患も比較的重たいような方の場合は、どちらかというとその両方見れるということと、あと患者さんの側でも一回病院に行けば内科と精神科一日で診察できるというメリットもあるので、総合病院の精神科、内科の疾患とかね、体の病気を持っている人っていうのは、総合病院の精神科に行くメリットっていうのは結構大きいかなというふうに思いますね。一方、精神科のクリニックに通っている方っていうのは、普通に健康な方とかね、若い方とかね、30代40代の方とかね、普通に仕事をして夜クリニックに通うとかですね、比較的体の方は健康な方が多いのではないかなというふうに思いますね。3番目、精神科のクリニックっていうのは、ドクターの入れ替えが少ない。少なくとも院長先生におきましては、自分でも病院を開業してますから、いなくなるってことはまあ普通はないですね。総合病院とか、あるいは大学病院とかそうですけど、本当に半年とか1年でドクターが交代するっていうのは、これはもう日常茶飯事というか、この当たり前っていうのがあるかなというふうに思いますね。なので、できれば同じ先生に長く見てもらう方がね、患者さんにとってのメリットはありますので、そういった意味で言うと、精神科のクリニックっていうのは非常にその点においてはいいかなと思います。私も普通にいろんな病院で働いたことありますけども、どうしても半年とか1年で転勤っていうね、形にね、自分が行きたいわけじゃなくて、まあいろいろその何の医局の事情とかね、そういうことっていうのは往々にしてあるんですね、これがね。なので、そういったことも含めまして、非常に総合病院と精神科クリニックっていうのはね、いろいろな違いがありますよということがですね、お伝えしました。どっちがいいってことは、今言ったいろいろなポイントがありますし、大きな病院になるとやっぱ混雑してるっていうのもあったりしますので、私は比較的家から近い病院に行くっていうのをお勧めしてますけどね。結局家から近いっていうのが一番長く通えるし、定期的に通えるし、無理せず通えるっていうことで、いろんなメリットがあるかなというふうに思っています。はい、家から近くにそういう精神科のクリニックがあるのであれば、そういったところに通うっていうのは非常にメリットがあるかなというふうに思います。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。